もあきさん、ポムさん、こんにちは。ありがとう。すみません、ゲリラ配信。BPM こんにちは。よいしょ。しんいちさんこんにちは。みんなお仕事中かな。お仕事なので。見に来てくれたのかな。かわせみさん、つばさおしさん、こんにちは。ありがとう。ごめんね、ゲリラで。すみません。タリボンこんにちは。有給休暇中。じゃあ一日お休みだったのか。にゃんたこんにちは、ありがとう。海藻さんこんにちは。うん、ありがとうね。忙しいところ。すごい休憩中。リアス、タカさんこんにちは。ありがとう。休憩タイムにね、見に来てくれてありがとうございます。お仕事終わりました。早いね。でもこのまま今日はそういう日だったのか。なんかやっぱり周年記念の時に劇場にいないって思うとやっぱりなんか不思議な気持ち。30分間だから4時40分とかかな。つ以来行ってないんだろう、劇場。ケビ15歳。15歳だね。そうだね若っ。人で考えると若いけど、でも15周年っていうのは重みのある数字ですよね。
以来だ。去年2月とかかな。2月1月以来行ってないのかな。ジャスティンの先生こんにちは、ありがとうございます。15周年ありがとう。ゴリングさんこんにちは。33歳、公開していくスタイル、違う、そういうわけじゃないか。あ、3歳、なるほどね。 AKB が3歳の時。AKB3 歳か、ほやほやですね。わあ、3歳の時にはメンバーはどのくらいいらっしゃったんだ。ねえランタン、こんにちは。生誕祭以来行ってないか。そんな感じになるよね。みんなでさえ行けてないもんね。うん、よしおさんこんばんは、ありがとうございます。フランキーロさんこんにちは。劇場去年のお正月、福袋。お疲れ様、うん、ありがとう。お疲れ様です。だんだん寒くなってくる時間帯かな、そろそろ。暖かくしてますか？あ、4期生までは。4期生、4期生というと、こんにちは、ありがとう。そうだね、そういう子もいるよね。すごい。あ、大家さん、エアコンつけてる。先生ギフトありがとう。そう考えるとすごいな。そっかそっか。なんかさ、だんだん分からなくなってくるよね、順番。りょうりょうにしてありがとう。
さんも5期生か。あ、そっか。暑いね、そういう時代の時。胸熱。なんかそういう何期生っていうの憧れますね。なんかさ、私も AKB だけど何期生とかじゃないからさ、ね、チーム8っていうのだから何期生っていうの憧れるね。そういう肩書きはないからね。うん。8 1期生、うん、まあね、ゆうちの4期生5期生、はあ、そっかそっか、そっか、唯一かもだよね。ピエンが丘とつくのすけさん、こんばんは、ありがとう。15.5 期ぐらい順番つけるとしたら。15.5 まあね、初めてできたし。ね、早いわ、移り変わっていくのが。チームメイト何期生なるかな。なんかね、そういうの作らないからね、エイトはね。ケンケン、リョウタロウさん、テンさん、こんにちは。エイト、でもなんか難しいよね。なんかケン、ケンごとその担当の件というかごととか考えたりとか、まあ、入ってきたタイミングとかいろいろ考えるとなんかね、そういうの難しいよね。うん、りょうたろうさん、こんにちは。まあそうだね、一番、うん、最初が分かりやすいかな。そうだね、みんなでだからね。
まあ、なんかねこうフラットな感じでね。この件確かに。ユニット岩太郎さん、カッツーさん、こんにちは、ありがとうございます都道府県と一緒に覚える。8で公演とかしたいね。いつできるのかな。うん、ユニットね、うん、意外と迷った。いろんな県にね。そうだね、糸のいいとこだね。まあツアーもね、そうだよね。キムさんこんにちは。まずはね、公園からなのかなって思ったり。クロさん、こんにちは。ユニット どんなユニットだ。終わりね。あ、当たってたのか。何の公園？え、雫かな。うん、よくありそうだよね。せっかくその登録も決まってたんだもんね。だよね。あっという間になんか1年経っちゃいそうだよね。うん、あーそっか。でもみんな当たってたから結構そうだよね。ああ、テンさん、ありがとう。たまこまは。
ね、なんか憧れの本当に場所ですよね。横割本当にいいね。横割のことを今想像したらすごいすごい嬉しいことだなって思ったけどね、いつになるかわからないからね。そうだよな、茨城もね出演するはずだったからね。だってもう茨城こそ本当に直前だったもんな、えみたいな衝撃だったね。もう投資リハもやって、さあ今週末みたいな時だったよね確か。あれはちょっとびっくりだったな。やりたかったです。茨城落選してた、あれか、キャパが結構いつもより少なめだったんだっけ、なんだっけ、あーそうだ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 、それでそっか外れちゃったって方も多かったのか。ああビンちゃんこんばんは、ひでくんこんばんは。まあね、そっか、なかなかないのかな、もうちょっと大きめの会場が。激戦だった、あーみんな外れちゃったの、そうだよね、ドームがある、おおすごい、一気に大きくなる。あ、屋外か。屋外。なかなかスケールが大きい。そうだね、お天気がね心配になるからね、しかもそうだ時期もね寒い時期だったし、僕らは辛いよなそれは。ね、やりたいですね本当に。ではランキングをね読んでいきます。また夜に配信しますね。13位がしまっちです、ありがとうございました、おめでとう。そして、12位がしんいちさんです、ありがとうございました、おめでとうございます。そして11位がサンデーサンドさんかな、ありがとうございました、おめでとうございます。そ
そして10位が、もろいさんです。ありがとうございました。第10位おめでとう。そして第9位がテーマです。ありがとうございました。第9位おめでとうございます。うん、ありがとうね。あ、ありがとう。うん。そして8位が、なしぼうです。ありがとうございました。なしぼう8位おめでとうございます。そして第7位が、ヒカルです。ありがとうございました。第7位ありがとうね。そして第6位がディアスです。ありがとうございました。第6位ありがとう。そして第5位が、これはなんていうの、かよあお、あおがえるありがとうございました。またね、来てください。そして第4位が、モーモーさんです。ありがとうございます。第4位おめでとうございます。そして第3位がテンさんです。ありがとうございました。おめでとう。配信、うん、今日も、うん、さっきの話ね、うんありがとう。はい、またね、来てください。第2位が、りょうりょうです。ありがとうございました。第2位おめでとうございます。そしてゼロポジ第1位が先生でした。ありがとう。配信記念、あ、記念配信頑張ってね。ありがとうね。ぜひね、見てください。ありがとうございます。はい、ポチポチもありがとう。あれ、ゲリラごめんね。うん、配信頑張ります。うん、ありがとう。そうですね、ゲリラ配信だったのに来てくれてありがとうございます、皆さん。そうだね、夜はまあ9時ぐらいかな。うん、今のとこ。まあでも終わって、あ、もう配信できるって思ったら始めようかと思うので、まあでも多分9時頃とかかなって思うんですけど。はい、ごめんね、もう終わっちゃいます。でもまた夜ね、やりますね。ドボンしますあ、755の、あ、755にもじゃ書きますね。うん、はい、そうだね、今日こそは対決、対戦できますよ。では6時からね、15周年記念配信リモートでね、出演させていただくので、またそこで、はい、そうだね、このあといろいろお仕事だったり用事だったり、帰り道の方は気をつけて。うん、ありがとうございました。ではまた。じゃあね。